1. 1分解 2. 上流酸。適定ケルダール法は、化学物質に含まれる窒素の量を求める分析方法。ヨハンケルダールによって考案された。まず飼料を硫酸と混ぜて加熱し、含まれる窒素を硫酸アンモニウムに変換する。その後、アルカリ性にして加熱し、発生するアンモニアの量を適定によって定量する。食品や鉱物に含まれる窒素の定量。 水質調査などに用いられる。ケルダール法の具体的な手順は、ISO、JIS、日本薬局法などで規定されている。ケルダールフラスコに資料を正確に測り取り、硫酸を加える。液の沸点を上昇させるための硫酸カリウムと分解を促進する触媒として、セレン、硫酸銅、酸化水銀のいずれかを加え、よく混ぜる。溶液が沸騰するまでフラスコを加熱し、 反応を進行させる。液が透明になったら、加熱をやめ、室温になるまで放置。水酸化ナトリウムと水を加えて、アルカリ性とし、蒸留する。蒸留物は、濃度基地の放酸、塩酸、硫酸などの水溶液中に導き、含まれるアンボニアを吸収させる。この水溶液に、pH 指示薬を加えて適定することで、飼料に含まれていた窒素分が産出できる。 河川故障水のように飼料の窒素含有量が低い。場合は、飼料をケルダール法で分解後、気流酸を補修液として、水蒸気蒸留を行い、インドフェノール法で流出液中のアンモニアを定量するが、口述のようにアゾ化合物やニトロ化合物を含む場合は、ケルダール法を適用できない。ケルダール法は、多くの物質に適用できるが、正確に検出できるのは、 アミノタイ窒素、または、ケルダール窒素と呼ばれる酸化の窒素に限られる、アゾ化合物やニトロ化合物に含まれる、窒素分は、硫酸と反応して、アンモニア以外に窒素分子や窒素酸化物として有利するため、ケルダール法では、定量できない。これらの化合物を測定するときは、あらかじめ還元剤によって、アミノタイ窒素に還元しておく。 ガニング変法と呼ばれる方法を用いる必要がある。ケルダール法は、正確で再現性が高いことから、最も基本的な窒素分析法として、国際的に用いられてきた。一方、硫酸や重金属触媒など、危険で環境負荷の高い主役が必要であり、また分析に時間を要することから、今日ではより簡便なデューマ法が広く利用されている。適用する資料。 分野によっていくつかの異なる指針がある。食品に関する ISO1871-1975、水質に関する ISO5663-1984? など、ABDISK04004440、水質、ケルダール窒素の定量セレを用いる、無機質化後の方法。 第14改正日本薬局法第1部36窒素低量法毒性のため、現在では、水銀はほとんど用いられることはない。ディスク -010244 ゆうきたいちそ http コロンスラッシュスラッシュ www.forest.shimane-u.ac.jp スラッシュ na ga w ama スラッシュ c a c h e m スラッシュ gen t e x t スラッシュ n i t r o g e n ドット html 野沢慎太郎笠間ゆうき鈴木忠奈緒安い明美 改良デューマ法による醤油の全地素定量分析科学第56巻第3号社団法人日本分析科学会2007年3月1日179から183ページ。問い10.2116分析科学56.179年8100億622万 4698? ありがとうございます。